どうも、ブヒケンです。キマニョンが今日一日入院なので今から病院に行くんですけど、どうもここ数日ね、今度は左の前のアイオンがちょっと調子悪いみたいで、ずっとこんな感じなんですよね。触っても痛かったりはしないんですよね。なんで今日ちょっとお医者さん現地入院をまた見てもらおうと思います。後ろのアニオは全然普通に良くなったんですけどね。どうでしょう。よかった、まだ。やっと帰るね。隣の木本、最高だよこれ。よかった、残ってて。これ美味しいっすもんね。よし、これで今日の夜は完璧だな。どうも、ブヒケンです。定休日の日、チマビッチの一日入院、今から迎えに行ってきます。どうかな。はい、今帰ってきました。レントゲンとか撮ってもらったんですけど、で結構詳しく見てもらったんですけど、どこも悪くないそうなんですよ。アンヨ先生も不思議がっちゃって、まあ1週間後にちょっと運動量をあんまり散歩させないで、でちょっとお薬がまた1個出たので、それでちょっと様子を見るということになりましたね。1個引いてるよな。だけど触っても痛くないんだもんな。なんだろうな。はい、いやいや、びっくりした。これ今日1日で26,000円。マジか。先月の合計が54,000だったんですよね。それを払ったばっかで、今日1日で26,000か。こりゃ今月の末もすごい金額になりそうだな。まいったな、うちま。宝くじでまたんねえかな。